ルサニセイは、ウラルトの王。在位、紀元前685年頃から639年頃。衰退した王国の誠意を一時的ながらも取り戻した。ルサニセイ時代のウラルトの藩と。緑は、アッシリア帝国。紫は、コルキス王国の藩と。ウラルトをアルギシュティ2世の息子。ルサニセイ即位当時のウラルトは、アッシリア帝国に敗れて、 領土の一部を奪われた上、徴工義務を負わされていた。さらには、北東のトランスコーカサスには、騎馬民族の金メディア人やスキタイ人が現れ、大きな脅威となっていた。ウラルトゥはこの北方からの召喚な信頼者を、なだめすかさねばならなかった。しかしながら、情勢はウラルトゥにとり貢献した。目の上の古部である、アッシリア帝国では、内紛が起きていたのである。 新たに征服したメディア人による反乱が深刻な打撃を与えた。さらに、紀元前680年にはアッシリア王船ナケリブが暗殺され、暗殺者たちはウラルト領内に逃げ込んだ。このことはアッシリアの記録や旧約聖書の列王記にも記述がある。ウラルトどころではなくなったアッシリアを尻目に、ルサはウラルトの復興に励むことができるようになった。 ルサは、ウラルトの主神ハルディの信仰を復活させるため、アッシリアのサルゴン二世によって破壊されたムサッシジュに代わって、バンコの近くに新たな宗教都市を建設した。ルサは、アッシリアに大使優位に立つため、アナトリア半島への交通の要衝であるユーフラテス川地方への数度の遠征を行った。しかしこの遠征はあまり成功しなかったようで、 ウラルト本国に近いシュプリア国でさえも独立の動きを見せ、共廃さだかではなかった。カルミルブルール遺跡の見取り図。川沿いの大きい遺構は、王宮でワインや穀物の倉庫が並んでいる。一目盛りは50メートル。一方ルサの活動はトランスコーカサス地方でも盛んに行われた。すでにウラルトにより建設されたエレブニの近くに新たに 低手場神の名にちなんだ4ヘクタール以上の大きさの低手場西を建設した。アルメニア共和国からは、フラズダン側からクアルリ西に水路を引いた地籍を記したルサ2世の碑文が発見されている。ルサの努力にもかかわらず、ウラルプの長期的低落傾向は覆うべくもなかった。そのせいかアッシリア側の記録など、比較資料が極端に減ることから、 ウラルト自身が残した碑文から書く王の実績は知ることができてもその年代決定が難しくなっている。ルサ2世以後の王位継承の順番については混乱が見られ、研究者により見解に大きな相違がある。ルサ2世の次の王となったのは息子のサルズリ3世のほか、エリメナ、ルサ3世の3人が候補に挙げられているが、このうちエリメナについては 血縁関係にない可能性がある。ありがとうございます。